9992っていう車番で組まれてましたね。松坂健二は肉肉キャンペーン、本当ですか、やって、まあ、肉車検9229で決まればお客さんに肉はプレゼント、本当ですか、僕には僕には僕には成功者にちょっと僕には何もないです。山下さんも一緒にこう決まるようにありがとうって言われたけど頑張ります。もう何回も中でも、そうですね、何回もあります、ね、肉肉キャンペーンですね。あ、そうだ、あの松坂肉肉キャンペーンです。92でも9229どっちでも大丈夫です、はい、どっちでもついていくことをしないついていくように頑張ります。期待してます、はいはい、ちょっと親指骨折しちゃったんで、あ、あの小田原で、あ、ちょっと長かったですか。結構親指って言ったらこうハードル、いやでも凍ったんですけど、すごい後は意外に大丈夫。あ、そんなもんですか、うん、ここでこれ持つから意外に、あ、まだ意外に大丈夫です、でも純血結構厳しかったよね。番組厳しいなと思って、あ、こ、結構開かなかったら結構厳しかったでしょ。まあ余裕もあったんですけどね、前より勝てることが強かったんで、それだけ不安だったんですけど、そこからは全然そこ広げたんで気持ちがだいぶ楽だった。本村君は純潔離れてましたね。みんなのことです。大丈夫ですか、お手開けてもらってもいいですか、すいません。